決めたわ。楽しめる子はいるかしら。いってらっしゃい。あら、ひばりじゃない。温泉以来ね。はるかさん、超秘伝忍法書を持っているんなら返してください。あら残念、超秘伝忍法書なら私たちのリーダーに渡しちゃった。えっ？って言ったら信じる？どっちなんですか？それを知りたければ私を倒せばいいんじゃない？その後で体をたっぷり調べたらどう？分かったよ。本当のことを知りたければはるかさんを倒せばいいんだね。そうそう、その息その息。どうせなら倒すじゃなくて殺すって言えば、私も殺すつもりでいくから。殺す？当たり前じゃない。私たちは忍びでしょ。ひばりは忍びだよ。だからはるかさんには負けない。殺せるもんなら殺してみればいいんだから。怖いのを一生懸命隠しちゃって、ほんとかわいい子ね。戦うのが楽しみになってきたわ。はるか、悪の定めに舞い順じちゃう。グレンのごとく舞い散れ。やっほー、やっ、気持ちいい。さあ、やっほー、やっ、それとも、さあ、それ気持ち、かかるわ。なかなかうまいじゃない。お仕置きが危ない。
やられちゃった。私もヒバリの魅力にやられちゃった。どこか怯えた小動物のようで、あなたなんて可愛らしいの。連れて帰りたい。連れて帰りたい。ねえヒバリ、ヘビ座に来ない？え？何を言ってるの？何をって、天候に決まってるでしょ。天候？そんなの無理に決まってるよ。無理？そうかしら。悪は正義より寛容よ。何だって許してくれるんだから。そういう問題じゃなくて。まあいいわ、今返事はしなくても。でも天候のことは考えておいてね。ヒバリがヘビ女に転校？そんなことできるわけないよ。ありがとう。いいこと思いついたわ。